ブログっていうのも SK の公式ブログじゃなくてアメブロの方で、ついに明日夜8時からなんですけど、 STU さんとの合同ライブが放送される日で、その日までに絶対に合同ライブに関してのブログを上げたい、上げるって言ってたじゃないですか。それを今回アメブロの方に上げようと思って、そう、1回目がちょっと私の趣味とか好きなものの生き物の話じゃなく、そう、 STU さんとの合同ライブのブログになるんですけど、それもいつでも誰でも読んでいただきたいブログなので、アメブロの方に今回書いて後で更新するので待っててください。そしてコメントお願いします。全部見れるのでいつかその書い、なんか多分横にゃんさんとかやってるのかな、コメントしてくださった方本人にあのコメントで返信はできないけど、ブログ内でそのこうし、あ、何、質問返しコメント返しみたいなのいつかしたいなと思ってるので、したいですねできるか分かんないけど、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ハートいっぱい、キラキラいっぱい、ありがとうございますあら、ありがとうございます。そう、明日ついに放送日なんですよ。早いですね。すっごい去年さ、合同ライブ終わってから待ち望んでて、毎日毎日、あ、あと1ヶ月、2ヶ月とかあるって言ってたのに、もう明日、早いですねまあ2024年に入ってからだってもう1月でしょう、26日経ってるんで、いますよ2匹ちょっと落ちそう。ハートありがとうございます。アメブロ待っててください。ごめんね、配信、この配信始まる前にちょっとやろうとしたんですけど、ちょっと久しぶりすぎてアメブロ更新が手こずってる。文章とか完成した後は写真つけて、そのいろいろ設定をするだけなんですけど、ごめんなさい、手こずってます。こんな手こずると思わなかったです。2年ぶりぐらい、1年半ぶりぐらいかな。ごめんね、待っててくれた方、かわいいね、ありがとうこんばんは、こんばんは。今日の公演のお話ですねそう、今日の公演のお話、さっき X でもツイートじゃない、ポストしたんですけど、そうなんです、今日は私の大好きな山本さやかさんがやっていた髪型を入れました。まあちょっとね、私が前髪ないから違う部分があるんですけど、あと耳かけも本当はしてた、だけど耳かけ私はしたくない人なので、ここの部分だけは一緒、さやかさんと一緒ですパワーがみなぎってきました、さすがです。しかも今日は本当に信頼してるメイクさんがやってくださったので、今日は、あ、惜しいしかかったん、ハート、ありがとうございますここの前髪をいつもは外巻きにしてるんですけど、こっちの後ろ髪がウェーブだから、ウェーブでもいいんじゃないって言ってくださって、そういつもと違う巻きなの、こっちも。わかったかな、ちょっと今もう終わってさ、いっぱい踊ったからボサボサなんですけど、
完成はすごく良かった。可愛いです。またやりたい。さすがさやかさん。さやかさん、さやかさんやってるけどさ、知らない人からしたら自分の名前言ってるって思われちゃうよね。同じ名前なんで。ハート、ありがとうございます。そう、巻き方変わってます。雰囲気やっぱちょっと変わるよね。とめちゃん、とめ、もうバキバキ髪の毛やばい。レインボースター髪、ありがとうございます。通過。そう、キョッピーの話ね、今日いっぱい MC でお話面白かった。でもキョッピーだからこそだよね。さすが、面白かった。さっきねプレゼントの話あったんですけど、本当は私制服の目公演見に行って終わった後に渡す予定だったんですよ。そうだけど意外と時間あったし、その絶対に成功させたい初日より前に、なんだろう、体調万全にしてほしくて、なんか本人は大丈夫とか言ってるけど、なんか私が見る限り絶対疲れてるだろうなって思ったので、ちょっと先に渡しちゃった。のあれは、しかもあのラッシュのバスボムっていうのは、ちょうど私キョッピーのショールームをたまたまね小窓で聞いてたら、え、ラッシュのバスボム入りたいみたいな、公演、制服の目公演終わったら入ろうかなっていう話をねちょうどしてて、あ、これいいじゃんと思って選んだの。実はたまたま見た時にその話してくれてたおかげで、そう、ありがたい、タイミングバッチリ良かったです。キラキラ、ありがとうございます。すごい見てる。あ、しかもあのバスボム2種類あって、ちゃんと、あ、なんだろう、キョッピーに合ったものにしました。なんかラッシュのバスボムってさ、すごい名前がついてたり、そのバスボムにすごい思いが込められてるバスボムがあるんですよ。ちゃんとキョッピー宛てに選んだ。恥ずかしい、自分で言って。ね、乙女ね、かわいい。そうなんです、よかった。お風呂入るね。ね、ひょみちゃん、お風呂入るね。MC 聞いてた人にしかわからない言葉ですね、これは。前の、ちぐちぐじゃない。ごめん、乙女だよ、ごめん、画面でシルク見ちゃった、ごめんね、ごめん、乙女だ、乙女です。
チュールあげる、あとで一本。押さないで。ハート、ありがとうございます。今日はまだ帰ってきてチュールあげれてないんで、2匹にお留守番ありがとうっていう、いつもあげてるんで。ねえ乙女。許してくれます、乙女は優しいので返事はします。ああちょっと本当に押しすぎや、なんか力が強い。こっちこっち、よいしょ。え、何の配信してたっけ乙女、なんだっけ、忘れちゃった。呼び間違いしか今思い返せない、直前に話してたの。乙女がいなくなったから取った。ほんとこのクッション好き、2匹とも。どっちかいなくなったらすぐ取りに行くの、すごいよね。人気すぎるこのクッション。何がいいんだろう、わかんない。ここが空いてなかったらこっちのいつも使ってた枕、ここがちょっと今の気分じゃないなっていう時はキャットタワーの一番上に行きます、2匹。優先順位がある、なんか好きな順位。かわいいよね。揉んでますねクッション。かわいい。だるまラブ、ありがとうございます。で、同じクッション買うしかない。まだ買いに行けてないんですよ。同じのあるのかな？だいぶ前に買ったから、もしかしたら同じのはないかもしれない。練ってる。しやぶちゃん。しやぶちゃんやってんのって。これ。寝てる、かわいい。322日ありがとうございます。静かにこうやってやってるのかわいい。ハートありがとうございます。このクッションね全然柔らかいです。くぼみもうちょうどいいのかもしれない、体にフィットして。そう今日の公演もですね、サイヤコールがいっぱい大きくて嬉しかった、ありがとうございます。あとあれだ、2月の頭公演情報また出てましたよね、確か。鉄な、ん出てる。不安になっちゃう。そう、あ出てた、よかった。そう2月9日の手をつなぎながら公演に
今年初テツナです。やば、最後にテツナ出てからまた1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいなんじゃない、多分。楽しみですね。ちょっと体力が怖いですけど、でもお久しぶり、今年初なので見に来てください。テツナコールがみんな一番しやすい公演なんじゃないかな。そう、マリンさんが出るんですよ。びっくりびっくりです。 K2 はミオミキちゃんとおしりんさんと私かな、多分。珍しく冬ちゃんがいないですね。楽しみですね。何曜日だろう、2月9日あ、金曜日？あら土曜日かと思った。そう、おしりんさんいた、嬉しい、久しぶり。そっか、金曜日だから今日と一緒、6時半公演、開演か。ハートありがとうございます。もう2月9日まで出てるのか、早いね。ずっと動いてる。どうめ。サイリウムありがとうございます。9期は誰がいるんだ。中坂、私、はい、にゃん、3人だけ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、3人だけだ、珍しい、珍しい、少な。こないだまではさ、9期が一番多かったのに、鉄な。え、どんどん減っていくのかな、悲しい。増えてほしいよ、私は。多ければ多いほど同期は嬉しいので。カイニャンとは一緒に出るの2回目かもしれない。この間やっと出れたばっかりなので。確かに、あれ、ヒメタンいない。あ、いないわ、この名前は。少な、楽しみですね。待って、あと4分しかない、早い、ごめんね。私がブログ手こずったせいで、公演始まる前にやるべきだったね、申し訳ない。かわいい、足長乙女。かわいいね、乙女。みちやん。かわいい、チュールね。待っててね。次は今月はあと30日に時間がない公演ですね。初ミレイちゃんが初出演してくれるので、いつもと多分雰囲気がまた変わると思うので、そこも楽しみですね。衣装絶対似合うじゃん、かわいい、なんか想像つく。見れたんでしょ、あれ絶対似合う。映えるもん、何着ても映える、かわいい、いいな、私もそうなりたい。いいな。あと2分ですね、早い。キラキラありがとうございます。ランキングを読みます。
1位ハッピーさん、2位バツマルくん、3位ハッピーさん、4位ハッピーさん、5位カレナバタさん、6位ささん、7位ささん、8位古川愛理さん、9位猫ちゃん、10位だるまくん、11位ハッピーさん、12位ハッピーさん、13位白いアザラシちゃん、ありがとうございました。キラキラいっぱいギフトもありがとうございました。全然話せなくてごめんね。今日も皆さんゆっくり休んでください。明日お休みの方が多いのかな。休んでお仕事の方は頑張ってください。応援してます。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう今日も。